エモエモ。こんにちは、エモコです。今回はハリオの毎日使いたいガラスペンブライドをレビューします。以前購入した激安ガラスペンと書き心地に差があるのかなど書き比べてみたいと思います。ハリオといえば耐熱ガラスメーカーで有名なので、なんとなくガラスが丈夫そうなどと勝手に思ってしまいましたが、買うと決めた理由はそういうことじゃなくて、デザインのシンプルさに惹かれて購入しました。形はもちろん色もついていなくて透明なのが気に入っています。箱にも湧き出るアイデアを書き出すときに、このガラスペンの前では素直でいられるようにシンプルなデザインにこだわりました。透明なガラスが染まる様子をお楽しみくださいと書いてあります。開封します。おお。とりあえず出そう。うん。むむ。出た。うわー、透明だー。今回紹介するブライドは持ち手の上の方がくびれていて持ちやすくなっています。グリップがポコってなっているグルームもあります。地幅は中細から中字程度。安心感のある太い軸でコンパクトな長さのペンです。サイズは幅 10mm、 奥 10mm、 長さ 130mm です。高さ 13cm だと普通のボールペンなどよりも小さいので、注文するときに小さすぎないか心配になりましたが、実際に持ってみるとちょうどいいサイズ感でした。商品情報には、手の大きな男性でも問題なく書けるコンパクトなサイズと書かれています。とてもシンプルなデザインです。第29回2020日本文具大賞グランプリを受賞されているようです。次はブライドと安いペンで比較してみます。まず値段ですが、激安ガラスペンは Amazon で500円くらいのガラスペン、ペン置き、小さいインクのセットです。ハリオガラスペンブライドは7700円です。手に取ってみた感じはどちらも持ちやすいですね。安い方は丸いところが指先でつまみやすくて、ブライドは上のくぼみがちょうど親指の付け根にくるので握りやすいです。次はブライドと安いペンどちらがたくさん書けるか調べてみます。まず安いペンで 5mm 方眼ノートに文字を書いていきます。おお、つけすぎた。ペン先にたっぷりインクをつけて書きましょう。吾輩は猫である。こんなに字を書くのは久しぶりです。7行ほど書けました。インクがかすれたらペンを持ち直して書けるところで書きました。次はハリオのガラスペンで書いてみます。ハリオのガラスペンで書いていきます。書き心地は似たような感じだと思うのですが、ガラスペン初心者なので違いがわからないのかも。書き終わりました。上が安いガラスペンで7行、下がブライドで15行を書けました。ブライドの方が2倍くらいの文字量を書けますね。見た目を比べると、ペン軸は安い方が細長くてブライドが短いけど、ペン先はブライドの方が大きいです。溝の数は安いペンが9でブライドは10。溝が多い方がインクをたくさんつけられるってことかな。
一度にたくさん描く場合にはブライドの方が良さそうです。マリオガラスペンブライドのいいところ、1デザインがシンプル。ガラスペンはやたらとネジネジしてたり、色や形が凝ったデザインのペンが多いです。2持ちやすい形。3たくさん描くことができる。4ペン先が割れてしまったら修理してもらえる。削り直しだけで済む場合は無償。火を使う加工が必要な場合には税込み2200円で直してもらえます。ハリオガラスペンブライドの気になるところ、ガラスペンの居場所は引き出しではなくバッグの中にあるべきと箱に書いていて、持ち運びを想定した作りのようですが、そのまま普通のペンケースに入れて持ち運ぶのは割れそうで怖いです。せめてペン先を保護するキャップが欲しい。今のところ使い終わったらパッケージの箱に戻しています。アクセサリーケースに保管すると良さそうなので今度買ってみようと思っています。次はこのガラスペンでお絵描きしてみます。まずはインクをつけるのですが、新しく買ったインクが思ったより濃かったので水彩絵の具を溶かして使うことにしました。絵を描いてから色を塗ると線がにじむかと思って、先に水彩絵の具で下地を塗っておきました。絵の具を塗るのが楽しくなってきて、スケッチブック1冊分塗って遊んだので、サブチャンネルでこの絵の ASMR と一緒にお見せしようかと思います。マリオのガラスペンはシンプルなデザインが好きな人や安いガラスペンから買い替えたい人におすすめです。よかったら参考にしてみてください。今回紹介した製品のリンクは動画の説明欄に書いておきます。この動画が参考になったよという人はチャンネル登録や高評価コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。